で、問題の本質というのは、これ隣に藤川さん質問者いらっしゃいますけれども、まあ、総務省はここまで残してるかというほど記録は残しております。次を手谷君。今作成者確認できてないものがあるって言いましたけど、私がずっと問題にしてるのは2月13日の文書ですよ。作成者西方さんですよ。日も決まっていて、時間まで15時45分から16ってちゃんと書いてある。配布先も上にみんな書いてあるじゃないですか。これだって確認したからこれ配布したんじゃないんですか。どうですか。小川沢情報流通行政局長。やはり正確であるということの認識は示されていないという方もあり、そういった観点で不一致があると。今不一致って言いますが、どこが不一致なんですか。作成者によればというところの、ところでございますが、同時期に放送法に関する大臣レクが行われたのではないかと認識していると、というものがある一方、同席者間の間で、同様に記憶するものと、それからレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとするもの ということで。内容まで覚えていないというのは不一致なんて言わないでしょ、これ。その弁解おかしいですよ。大臣ね、先日の福山さんの質問に対して、内容が不正確だからという理由を長々とお話になってましたけど、テレビ朝日の羽鳥さんの大ファンだからテレビ朝日をディスるはずがない。何ですかこの意味不明な根拠は。そんなの理由になってませんよ。不正確だと証明する理由になってないですよ。今日の説明だって、高市大臣の発言を証明するものは全く何もありません。総務省はちゃんと文章が残っていて、その文章に沿った内容で答弁というか回答はされている。つまり高市大臣の言ってることは全く根拠がないんですよ。全く根拠がない中でずるずる答弁が変わってってるんです。全く信用ができません。あなたの答弁はどうですか。総務省が発表された内容でも、この時期に放送部局が高市大臣に対して放送法の解釈を変更するという説明を行ったとの認識を示す者はいなかったと書かれております。私が信用できない、答弁が信用できないんだったらもう質問なさらないでください。杉尾秀哉君。ちょっと待って、はい、質問を続けてください。杉尾秀哉君。この問題の発端は、大臣が最初に小西委員から示された文書について捏造だと言い切った。これが事実だったら大臣どころか議員も辞めるって言った。だからこういう話になってんじゃないですか。それをなんで今になって答弁拒否するんですか。おかしいでしょ。私が捏造と申し上げましたのは、言葉はきつかったかもしれませんが、それでもありもないことをあったかのように書くということは捏造だと、考えましたので、そのように申し上げました。ありもしないことじゃないんですよ。どんどんこれを裏付けるものが出てきてるんですよ。これまで資料を要求してるけど出してませんね。なぜですか。高市国務大臣。理事会から要求をいただいてないから出せません。それはないでしょ。言わないな。それはいくらなんでもない。だから前言ったでしょ、総務省からしっかり伝える。その流れの中で今言った大臣につながってなかったらこちらがもう一度引き取りますよ。ただしっかり、せっかくね、理事会の話さながらって総務省にその流れを理事会でやったのはやったでしょ。これ再三再四でもこれ理事会でもね、これまだ出てませんよ。いや、実際ちょっと難しい。6番な。大臣がおっしゃって本会議とか言ってるのは別の5月12日だから、一応ごちゃごちゃやね。いや、だからこれは今一応要求をしてて、今のところ検討じゃ調整中でしょ。向こうで自分で出す精査中やな。これはこれ6番だよね。自分で出すと言ったでしょ。いやいや、6番6番、ね、それと高井先生は前の答弁前日の資料で、総務省が作った行政文書の中の高井大臣メモに対しての調査をかけろっていうのが理事会の預かり案件だ。6番だな。まさにさっき大臣おっしゃった通りで、
ここで説明する、これまでは時間がなかった、それは文書として理事会から要求されれば、大臣おっしゃる理事会要求案件にさせていただいて、で高市大臣に、じゃあそれを資料として提出いただきましょうということにしたのに、今、大臣は聞いてないと。あの時に、私はこのもとっていうのは、78ページの行政文書というのは、それ、気を止めてください。申してください。高市大臣から今、まあ理事会からの要求についてですね、お聞きいただいてないという話がありましたんですけれども、今川官房長を中心に総務省はですね、理事懇談会、理事会、もちろん入っておられて説明をされました、ご理解いただかないとおかしいわけでございまして、でいろいろと複装している案件がありますから、どの部分かということについても誤解があったりして、そごを生じております。でとりあえず私の段階で今求めておるのは、資料要求等の6番目、放送法における政治的公平の解釈に関して、小西委員が提示した約80ページの文書のうち、高市元総務大臣が確認した文書4枚において、事実と異なる主張をする部分を示す資料の提出ということでございますので、この点ですね、きちっとしっかり、意思疎通が図れるようにですね、受け止めていただくように注意を促しておきたいと思います。それではじゃあ状況について答弁できますか。じゃあ今川官房長お答え申し上げます。今委員長からご指摘のございました資料要求等の6番でございますけれども、総務省が行政文書として公表した全体の文書のうちの一部でございますので、今のご注意を踏まえましてですね、高市大臣ともよく連絡を取らせていただきながらお返しをさせていただきたいと思っております。杉尾秀哉君。今までやっていなかったとは極めて遺憾です。それから高市大臣は再三ですね、3月3日の最初の質疑だけじゃないんですよ。行政4文書、つまりこの2月13日文書も含めて、捏造された行政4文書って言ってるんですよ。捏造されたってこの文書も言ってるんですよ。で、それを否定する材料は、先ほど言ったような、なんか全く支離滅裂な説明しかしてない。角度を変えて質問しますけれども、2015年5月12日の総務委員会での答弁をめぐる経緯について伺います。答弁の前夜に初めてレクを受けた、それまでは全く知らなかった。これは本当ですね。高市国務大臣。本当でございます。杉尾秀哉君。これは補充的な説明ということになってるんですけれども、我々は事実上の解釈変更だと思っている。これ極めて重要な答弁でございます。そうした意識はあったんでしょうか。平成27年5月12日参議院総務委員会の答弁につきましては、委員会前日の5月11日に初めて担当課の答弁案を私は見ました。で、そこで磯崎元補佐官と担当部局がやり取りしていた案などということは全く承知をいたしておりませんでした。で、担当課の案を読みまして疑問に思うところがございましたので、担当課に対して、大臣室を通じて放送事業者の番組全体で考えなければならない、論理的な根拠、そして一つの番組においても判断することがあり得ることの整理、つまり次の日の質問がそういう内容でしたの で、また政府が行う会見についての整理、答弁書の中に分からないところがありましたので、説明を求めて、資料をもらって、自ら論点を整理して、総務大臣として責任を持って答弁をさせていただきました。で、問題の本質というのは、この答弁が磯崎元総理補佐官の影響を受けたかどうかと。いうことだと思います。で、それをそうでないということを証明するために、答弁案を作成したかから、私の疑問にどう答えるか、という形で送られてきた資料、そして委員会前夜であることを立証できる、委員会前夜の私と大臣室の間のやり取りのメールをプリントアウトしたものは保存しておりますので、委員長や理事会のお許しを賜れれば、本委員会に提出をさせていただきたく存じます。問題の本質は違います。磯崎補佐官が法律の解釈について介入をして、その意の通りに変えたということなんですよ。で、その原稿にペンを入れてやり取りをした、今ね疑問に思った。放送法は自分で答弁を書くことが多かった、これ事実ですね。じゃあすいません、放送法に限らず、今の今おります内閣府の答弁もですね、委員からの
委員からのご質問に対してストレートに答えていないと思われるようなところは、特に往復で時間がカウントされる場合は、相手様のことも考えながら余分なところはペンを入れてカットをしたり、そして自分の言いやすい言葉ですね、これに変えたり、もうこれは今内閣府でも私はやらせていただいております。でよく前日にチェックをして、疑問点があったときだけ、確認をいたしております。杉尾秀哉君。資料3、議事録を見ますと、これ隣に藤川さん質問者いらっしゃいますけれども、質疑者双方が事前のシナリオ通りに質疑してるんですね。そして資料4、高市大臣一部抜き出しましたけれども、上と下見てください。上が事前のシナリオです。下が大臣の答弁です。そのまま一字一句、手にお派も含めて全く同じに答弁してます。どこが自分で筆を入れた、ペンを入れて自分が分かりやすいように解釈して書いたんですか。このまんまじゃないですか、シナリオのまんま。つまり大臣踊らされたんですよ。大臣はシナリオ通りに答弁させられたんですよ。違うんですか。答弁ですけれども、あくまでも大臣ですから自分で責任を持って答弁をいたしております。そしてわからないところがあったので、確か一つの番組、のみをもって極端な場合はどうなのかといったご質問があったと思います。で、そのような形でのご質問を受けたのは初めてでございましたから、私なりに逐条解説も読みましたが、疑問点がございましたので、それを秘書官を通じて現下に対して、このなぜこういう整理になるのかと、いうところをですね、確認した。で、その時に現下から返ってきた書類、それを私は保存いたしておりますので、先ほど申し上げました通りお許しをいただけたら、理事会でお諮りいただいて提出をさせていただきます。昨日の、衆議院本会議でも、議員会館の政務日程の8年前のものは残ってない、その日時について詳細を確認する方法はない、こういうふうに答弁されている。そのすぐ後に5月12日のこの答弁の前夜の私と大臣室の答弁案に関するやり取り、メール答弁案をこれだけ取ってあるんですか。それは平川参事官が保存をしておいてくださったものでございます。杉尾秀哉君。はい、では今高市大臣がおっしゃった資料をですね、提出するように求めます。委員長お願いします。後日理事会で五国でした協議をさせていただきます。だから、局長級でないからだということなんですけれども、これ人間構造というのはもう複雑に絡み合っているということもそうですし、また今回ですね、その12月にこの情報漏洩問題という極めてですね、重大な事案が起きたわけであります。つまり総務省とですね、監督する官庁と監督される側がですね、ズブズブの関係にあったということが明らかになった直後ですよ。だからここは厳選しなければいけないんじゃないかということを申し上げているわけであります。私がですね、大臣であればやっぱここは民間をしっかりと登用していくということ、これを考えるだろうというふうに私は申し上げたいというふうに思います。で、今再発防止策ということなんですけれども、そういった意味ではこの総務省とですね、監督する官庁と監督される側、日本郵政がですね、さまざまな交流の機会というのがあるわけだと思います。で、そういったときにですね、しっかりとこれ記録を取る、今国家公務員法ですか、の中では、議員とですね、官僚の皆さんが接触された、接触したときには、しっかりと記録を取って残さなければいけないというようなことが決まっているわけでありますけれども、再発防止策として、そういったですね、接触の記録、これをしっかりと残しておくというようなことが重要ではないかなというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。高市総務大臣。はい、記録を残すことについてはこれはかなり総務省は細かくやっていると思います。今まで予算委員会等で各役所さまざまな指摘を受けてきた中で、総務省はここまで残しているかというほど記録は残しております。ただ鈴木前事務次官のケースに関しましては、勤務時間終了後の予定であったりですね、その時間の予定であったり、それから個人の使用スマホを使った通信であったり、そういったことによる情報漏洩が発覚をいたしましたので、ここはちょっと記録を取る方法がございます。